エンジ、メタルマリオ、ピンク、ゴールドピーチ、ワルイージ、スピード、ワンワン、クッパ、ダウニ、ダウ、加速力、イエローチキン、カツオ、シャイニークラブ、ラグーンマリオ、カットリク、ワロワロ、ボス。近年めちゃくちゃ話題になっているチャット GPT を使ってマリオカートの最強キャラや次に来る DLC とかいろいろ聞いてみましょう。マリオカート8デラックスとはどのようなゲームですか？ちょっとね、上にまあマリオカートの一応聞いたんだけど、もう少し詳細を知りたいからちょっと聞いてみようかな。マリオカート8デラックスもうあれ英語にしてんのがかっこいいな。日本語対応してんのこれすごいよな。リマスター版、あ、リマスター版のマリオカート8デラックス、そこまでやるんだな。はいはいはい。バトルモードの改良。あー、いいと。すごいな、その速さで、めちゃくちゃ、どういう中身、中身とか聞いちゃいけないな。AI に対して。失礼だったな。失礼失礼。オンラインでのマッチプレイも充実、世界中のプレイヤーと競うことができます。おー、ジョイコンも使ったり、テレビモード、携帯モード、完璧だな、お前は。じゃあ、ちょっと踏み込んだ質問してみよっか。マリオカートデラックスにおける最強キャラは、ちょっとカードとかマシンとかもあるんだけど、とりあえず、もうド直球な質問ね。これで悪い意地って飛んでくる可能性はあるのかな。行ってみましょう。最強キャラ。なんだと思う？最強のキャラクターは一概には言えません。ゲームバランスで調整されており。はい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 。お、基づく評価すると、エンジ、メタルマリオ、ピング、ゴールドピーチ、悪い意地。スピード、ワンワン、クッパ、ダウニ、ダウ、加速力、イエローチキン、カツオ、シャイニークラブ、ラグーンマリオ、カットリク、ワロワロ、ボスゴドラ、ロイヤルレーサー。ちょっと待って。俺の知らない。いやいやいや、よかったよ、途中まで。エンジン、エンジンってなんだ？じゃあ、全部がわかんねえわ。キャラクター選択は、ステレンで好みによって断る場合があります。あ、まあね。まあ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 、自分に合った組み合わせを組みつけることができます。最強キャラクターって、一概には言えないけど、まあ、あるらしいね。ワルイージとか、イエローチキンとか、カットリック、ロイヤルレーサーがあると。やばいね。この質問いくか。いやー、これ、ちょっとね、イエローチキンとかカットリックを知っている、この AI はね、多分未来を見通してると思うんだよね。この未来を見通してる AI に禁断の質問聞いちゃいますよ。聞いちゃいますよ。特に24コース。24コースっつってるけど、第4弾はもう情報が発表されている。その状況で、こいつがどう答えるか。もう、必見でしょ。見物ですよ。いきます。過去のマリオカートシリーズのコースが組まれる可能性が高いです。あ、もうクソ高いだろうな。人気の高いコースの一部。レインボーロード、ドンキーコングジャングル、チョコアイランド1。いいね、いいね、いいね。ヨッシーバイ、レモンのクッパキャッスル。デルフィービーチ。ヨッシーサイ、デルフィービーチは、ウォルイージビーボール。チープチープビーチ、ウルトラハンド。クッパキャニオン。ワリオシップヤード、デイジーサーキット。ファンを驚かせるような意外選択をするというのが止まるため予測は難しいです。あ、確かにね。ファンを驚かせるような意外な選択をすることもあるし、新コースを出す場合もあるし、歴代のコース、をごちゃ混ぜにしたクッパキャニオンが出る可能性もあるっていうね。本当に？本当に？ちょっと一個くらい、一レース、ちょっとこいつの考えた最強マシン、最強キャラで走ってみたいから、ちょっとおすすめの、聞こうかな。おすすめのマシン機でちょっとそれ走ってみようかな。AI が正しいってことを証明してやろう。はい、おすすめのマシンとキャラを教えてください。やってみましょう。何人が来るかな？おすすめのマシンとキャラクターは、プレイスタイル好みによって異なりますが、マシン。加速力、スピード、重量、コーナリング、ステータスによって異なる。全体的なバランスがよく、おー、いいよ、バランスゲームだからね。スリック、ローラータイヤ、ハンググライダー。あ、めっちゃ真面目なの来たな。ボディ、スリックってなんだろう。あ、すいません。メタルマリオ、ワレージ、ボスコドラ、ラクーンマリオ。ボスコドラは何なの、さっきからいる。ボスゴドラは俺わかんねえな。じゃあ、ちょっと使ってみる？使ってみるか。ちょっと探してみますか。ボスゴドラ。ボスゴドラちょっと探してみるわ。ちょっと気になるもんね。AI がさ、ちょいちょい言ってたあの謎のボスゴドラに関してだけど、ポケモンのあのボスゴドラを参考にするなら見た目は多分こいつだと思うんだよね。
モートトゲトゲしくてなんか体でかくて、まずこいつかな。でスリック、ボディがスリックの意味はまあなんとなく滑らかとかスムーズな意味があるから、なんか滑らかそうな動きができる、あんま重々しくないような見た目、これだから奇世界スクーターかなって思った。でタイヤはローラータイヤつってるから、まあ、ローラータイヤで、グライダーはハンググライダーつってるから、ハングわかんない、ハングのイメージなんとなくハングっぽいなーっていう見た目のハンググライダー、半分はこじつけですね。じゃあ AI が考える最強の証明をこの1レースだけで証明していこう、軽々と証明していこうと思います。もう一発撮りだね。もうこれでテイクやり直しとかしたら、テイクやり直したりとかしたらもうそれはそれでもう証明にならないんでね。で走りの感覚、あの今初めてこいつを走ってみたけど、なかなかいいな。奇世界スクーターなかなか、あ、ターボの溜まりも早い。こいつは確かに AI が考える最強のマシンになり得るかもしれないな。とりあえず前に行きたいね。これキノコ使って、もう一個分キノコ使って、お前もキノコ持ってんな。だが、問題はない。こちらは AI がバックについてる。AI がバックについている、この現代社会において、それほど恐ろしいことはないだろうな。ショートカットして、さあさあさあ、1位まで、踊り出ていく？お、なんだお前。悪い事ごときが AI に勝てると思うのか。さあ、待って。赤コーラ、俺じゃない。よし、持っていくね。もう完全に完璧な安全スタイル取っちゃった感じあるね。これで、あ、やべ、ターボ、すいません。ターボギリギリ、食べられなかった。後ろがボム持ってるから、強気に行け、強気に。ダメだ。あっこら、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 あっこら。よし、よし。ちょっと強引すぎるけど。まあ、いいんですよ。例えば、AI に、あ、AI になんか戦術も聞けばよかったな。こういうプレイが最強っていう戦術。アイテムを持って海に行くのか、それともなんか、新アイテム、イエローデビルとか出んのかな。あ、なんかね、なんか、カメックの魔法とかなんかあった気がしたんだよな。あの、いっちゃん初めにテストでマリオカートってやった時に、あの、自動翻訳機能を使ってエラーになっちゃった時のね、ボツになったやつがあったんだけど、カメックの魔法がどうやらね、あの、アイテム欄にあったんだよね。違う、あるらしいんだよ。AI によると。だからまあ、未来のマリオカ、何？未来のマリオカートでは、多分カメックの魔法っていうアイテムが出る。AI は多分未来も読んでるから、まあ妥当でしょうね。AI は簡単に数手先の未来も読むぐらいですから。お、いや、赤コラドラでは問題ない。全然問題ない。キノコ3つか。あれに勝てるかわからねえが、まあ AI を信じるしかない。なんならもう AI のせいにしてもいいくらいだ。よし、これどうだ、見たを復帰して、間に合うかもしれませんよ、これ。待って、赤コラ、よし、来た !AI 最強、AI 最強、よし、なんで、どれが、防御しなかったせいなのか。うわぁ、AI だったらきっと完璧なコーラさって投げて、バナナをさっとつけてたんだろうな。あ、レート対低い。これ、ああ、AI は強くても、使い手の問題ってことだね、多分。悲しい結論だな。